今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。はい、今日はですね、町中華の名店四星園さんに行ってまいりました。丹波口から、だた歩いてどれぐらいかかるんやろ、地図はまた後ほど、お送りしますが、ここ非常に美味しいですよ。で、今日は唐揚げ定食にいたしました。このね、唐揚げも非常に、この値段でこのボリュームなのでめちゃめちゃ人気なんですよね。サクッと揚げてあって美味しいです。まあ、唐揚げ美味しいところはいっぱいあるとは思うんですけれども、どこも美味しいですけれども、まあ、ここは美味しいです。で、麻婆春雨ですね、ちょっとね、久々なんでいろいろ注文してるんですけども、こういうのも結構なんかうまいんですよね。春雨が僕好きなので、で、後で出てきますけれども、ちょっとね、ここ丼物が非常に美味しくて、あ、これは酢をかけてるのかな、酢が大好きなので、で、これなんですよ、エビ丼。こういうのがね、うまいんですよ。カレー丼とかもあるんですけども、もうここでしか食べられないような感じなんですよ。もうすごい、エビも、この大きい、天ぷらが2つも入っていたりとかですね。ちょっとね、もう食べる道中がもう映ってないですが、省略してありますが、このね、丼も非常におすすめです。もうオリジナリティあって非常に美味しい、丼があります。というところで、京都の、町中華の名店四星園さんでございました。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しといてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。今日もう寝起きで、今朝まだ5時ぐらいなんですけれども、今日の7時に間に合わすために、頑張って喋っております。はい、以上でございます。